玉川習字教室の玉川雄吾です。今日はですね、日本習字生徒部小学2年生にですね、3月検定課題を書きながら説明いたします。はい、今回の課題はですね、晴れた空、こちらを学んでいきます。はい、まずはですね、この葉の中心の部分、レの中心、他のね、ここ。はい。広さをですね、よく見て書いていきましょう。狭くなりすぎないようにですね、しましょうね。はい。そして空ですね。空のこの穴冠とですね、このカタカナの絵というようなですね、この文字は平たく書いていきます。またですね、この三角目のですね、ここ。はい、ここはですね、一度筆を斜めに止めてですね、そして斜めにですね、もう一度押さえ直してから内側に向かって、この二画目に向かってですね、払って書くようにしてみてください。こちらのですね、赤手本課題は裏面にですね、赤手本の書き方というのがあります。こちらにはですね、どういったところに注意して書いたらいいかが書かれていますので、最初にですね、こちらをよく読んでからですね、書くようにしてください。はい、それではですね、早速書きながら説明をいたします。はい、一画目です。はい、膨らみをつけるようにして、はい、止めて、もうちょっと押さえ直して、払ってすぐ、で、右上がり。三角目は、横角の右側に接するようにして、そしてちょっと右下に行くようにして、ここで、はい、結びの書き方ですね。はい、ここで、ちょっとね、筆を止めてから軽く返すようにして、はい、ここで三角を作って、そして右下に行きますね。しっかりと止めるようにしてください。はい、この時はですね、この三角目は一画目よりも下に行かないようにですね、少し上に、上でですね、結びを作るようにしましょう。はい、例ですね、一画目。はい、立ててまっすぐです。体で引いていきましょう。はい、二画目はこう、右に上に行く。で、縦角に来たら止めます。そして斜めにもう一度押さえ直して、で、一度、左下。はい、ここでもう一度止めます。止める位置は四筆の、二画目の四筆のところ。そして止めてもう一度押さえ直してから、右上にスーッと持っていきます。はい、ここで止めて、押さえて、で、縦まっすぐ行って、そして一画目よりも下にならないようにして、横に払うような書き方となります。はい、たです。はい、右上がり。二画目、中心から、左下に斜め、長く。そして、ここ、三画目、右上がりです。はい、止めて、斜めの。止めて、そして、払ってすぐです。軽く入って、だんだん太くします。そして、しっかりと止めてください。はい、空。はい、一画目。はい、少し斜め。左からですね、入って、で右下に、1、2、3。そして、二画目。はい。左下に。三画目は、はい。ここ、右上がり。そして、斜めに、ここ止めて、はい。押さえて、二画目に向かって払っていきます。四画目の書き始めの位置は、中心線よりも左です。はい。左下に短く払います。五画目は、中心線ちょっと右、そこから短くです。はい、六画目は右上がりです。
7画目は少し左下行くように、8画目は右上がりで伏せていきます。はい、このようにして帰っていきましょう。